こんにちは、墓地買取応援団団長です。本日は開校100年来たれバウハウス造形教育の基礎ということでですね、先日東京ステーションギャラリーの方で行われた、今も行われているんですけれども、そちらの展示会に行ってきましたので、そのご報告という内容でお届けしていきたいと思います。バウハウスというのはドイツのデザインの学校なんですけれども、1919年から33年までしか、わずか14年しかやらなかった学校なんですよね。本当に伝説的なデザインアカデミーということで、現代デザインへの影響を非常に強く持っている学校なんですけれども、やっぱり時計もね、かなり影響を受けてるなと思うんですよね。そんな話も交えてお伝えしていけたらいいなと思っております。本日も最後までお楽しみいただければ幸いです。行ってみましょう。ウォッチ買取応援団では時計にまつわる動画日々お届けしております。チャンネルの再生リストにまとまっていますので、そちらもぜひご覧ください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。やる気が出ます。はい、それではまずはですね、来たれバウハウス造形教育の基礎ということで、こちらの展示会のお知らせから先にしていきたいと思います。日付がですね、2020年7月17日から9月6日まで開催されているということで、場所は東京駅ですね。東京ステーションギャラリーということで、東京駅の、北側の丸い屋根の下に美術館、展示場、ギャラリーっていうんですか、あるんですけれども、そちらで行われております。で、結構このインパクトのあるポスターなので、もしかしたら交通広告などで見かけている方も多いかなと思うんですけれども、これですね、デザイン興味ある方はぜひ行ってみてほしいなと思います。あとはデザインという視点で時計を見るという、改めてそういうきっかけにもなるかなと思いますので、デザインで時計を買ってるよみたいな方はぜひ行ってみるといいかもしれませんね。で、改めてここでバウハウスって一体何ぞやみたいなことを振り返っていきたいと思うんですけれども、バウハウスというのはドイツのデザインアカデミーの名前なんですよね。デザインを勉強している方はもちろん、そうでない方もう一度は聞いたことあるんじゃないかなと思います。第一次世界大戦の後、ドイツ中部ワイマール共和国に設立された美術学校とのことですね。1919年からわずか14年間、1933年まで開校された学校です。で、そこではですね、基本的なデザインっていうところから最終的には建築に行くような、この流れで教育が行われていたわけですけれども、非常にその功績は大きくですね、モダンデザインの基礎はここなんじゃないかというふうに言われてますよね。そのぐらい多大な影響を及ぼしているデザインアカデミーでございます。短い14年間というわずかな期間なんですけれども、その間でですね、やっぱりあのドイツのこの時代、1919年から33年というと、ドイツという国自体がね、いろいろな変化を遂げていた時代なので、その影響もあってバウハウスというのもわずか14年の間に何度も変更されてるんですよね。最初1919年スタートした時には国立、ドイツが国を挙げての開校だったんですよね。どういった形で開校したかというと、遡ると19世紀末イギリスで起こったアーツ&クラフト運動というところまでたどることができるということですね。アーツ&クラフト運動というのは一体何かということなんですけれども、産業革命の後、粗悪な工業製品っていうのが世に出回ってしまって、あまり品質のいいものじゃなくなっちゃった時代があったんですよね。そういったところでドイツ国内でですね、それじゃいかんだろうということで、製品、そういう工業製品ですね、見直しが行われたんですけれども、そこに積極的に立ち上がったのがドイツ工作連盟という団体なんですよね。ドイツの建築家や芸術家、工芸家っていうところ、有名な人たちが集まって結成された団体なんですけれども、ここがアーツクラフト運動の影響を受けてですね、芸術と産業を融合していこうじゃないか、そして製品の質、ドイツ製品の質どんどん上げていこうじゃないかということで、バウハウスという学校が誕生します。当時ドイツ工作連盟に加盟していた有名な建築家ですね、バルター・グロピウスという方を初代の校長としまして、ワイマル共和国に誕生ということになります。その後1925年には私立に変わるんですけれども、デッサウという場所に移転して教育が続けられることになります。この時代まだグロピウスが校長先生としているわけなんですけれども、バウハウスの黄金期と言われるのはこの1925年から1932年ぐらいまでですね、デッサウ校と呼ばれた時代が、こちらが黄金期の時代になります。
で皆さん見たことあるかと思います。バウハウスといえばこの建物というのがこれですよね。どうですか、これ1925年の建物なんですよ。信じられなくないですか。今これ渋谷にあっても古さを感じないどころか普通に新しいですよね。これが1925年の建物なわけですよ。当時ドイツというか、まあヨーロッパ全体ですけれども、三角屋根とか石積みであったりとか、あとは装飾窓みたいなのが主流だった時代なんですけれども、その時代にこの建物ですからね、相当インパクトあったんじゃないかなというふうに思います。この大きなガラス張り、そして四角いコンクリートのね建物ということで、今のおしゃれなビルって言ったらこういう建物が普通になってますけどね、この普通を作ったのがもしかしたらこの最初バウハウスの校舎だったんじゃないかなというふうにも思いますね。この他にもいろんな影響を現代に及ぼしているものたくさんあります。バウハウス本当に奥が深いですね。例えばルイ・ヴィトンのロゴのフォント、これもバウハウスの影響を受けているとも言われていますね。あとは時計で言うとパテク・フィリップ・カラトラバー、カラトラバーが誕生したのは1932年なんですけれども、まさにバウハウスが黄金期と言われていた1925年から32年、その後にカラトラバー誕生してますからね、影響を少なからず受けているんじゃないかなというふうに思います。あとは現代につながるものでいうと家具ですね。椅子とかテーブル、あとは金属製のパイプのもの、棚とかもそうですかね、まあ、これがですね、まあ、金属のパイプを使った授業みたいなのがあった、金属のパイプを使ったというか素材で遊ぼうみたいな授業があったみたいなんですけど、例えばその紙、1枚の紙を使ってどれだけの立体的なものを作れるかみたいなのが授業であったんですよね。その教育課程の中で鉄パイプを用いて何か作れないかということで、素材の規制概念を超えるみたいな授業があったみたいなんですよね。その時に生み出されたのがこちら、まあ皆さんご存知というか、まあ当たり前というかね、折りたたみのキャンプチェアみたいな感じです。会議室の折りたたみの椅子とかですね、そういったものの実は原型になっているものっていうのはこれなんですけど、マルセル・ブロイヤーのワシリーチェアという作品なんですよね。鉄のパイプで組み立ててあって、まあ、して最低限の素材で作られているということで、展示してあったのはこの背もたれの部分とか、あと腕を置く部分、これは革でできてましたね。実際レプリカですけれども、まあ、座っていいよみたいなコーナーがあって座ってみましたけど、かなり座り心地いいですね、これすごいですよ。みたいなことで普通にホームセンターで売られているようなデザインですけれども、元となったのはやっぱりバウハウスのこういった事業があったから生まれたものなんですよね。そんなことを思いつつ展示会ぜひ回ってみるといいんじゃないかなと思います。でどういう教育課程があったかみたいなことも書いてあってですね、例えば基礎課程デッサンから始まるんですけれども、点と線がどうやって面になっていくかとかですね、あとは基本的な造形、四角三角丸が重なってバランスをとっていくためにはどうするかみたいなことが書かれてあったりとかですね、あとは色のバランス、青と黄色は真逆だよみたいな話があったりとか、あとは触覚板レプリカが置いてあったんですけど、どういうものかというとですね、その触覚、触り心地ですよねっていうものが違うっていうだけでやっぱり見た目にも相当な違いが出ますよというようなものが一目でわかるようになってるんですけど、例えばタイルとガラスとレンガ全く触り心地違うじゃないですか。これはやっぱり視覚的に見ても同じ色、同じ茶色だったとしても視覚的には全然違う表情になるんですよね。まあ、そういったものがこう一発でわかるような触覚板が置かれてましたね。そういったところで素材遊びみたいなのもやってたわけですよ。なんかこういったところ現在の時計のデザインにつながるところじゃないですかね。でやはりバウハウスの影響というか、バウハウスまんま直結で受け継いでいる時計のブランドというものもあります。まあ、例えばこちらのユンハンスマックスビル、時計自体の展示はなかったんですけれども、マックスビルというのはまさにバウハウス1927年から29年まで在籍して、そこでデザインを学んだ方ですね。スイス生まれの方で、卒業後は画家、建築家、グラフィックデザイナー、彫刻家、広告デザイナー、プロダクトデザイナーということで非常に多方面で活躍したデザイナーです。で時計においてはこのマックスビルの原型となる1961年にそのデッサン書き上げているんですけれども、それを忠実に再現して商品化したのがこのユンハンスのマックスビルというモデルですね。で2019年バウハウス開校100年ということで記念モデル登場しております。赤い針を装備した三振モデルと、そしてクロノグラフ、
まあ、2種類出てますね。どちらも限定なんですけれども、この三振においては1000本限定で予約だけで1500本超えたということでね、もうかなり手に入れるのは難しいんじゃないかなというふうに思いますけれども、クロノグラフ最近発表されたばかりなのでまだ間に合うのかな、間に合うならちょっと欲しいなと思ってるんですけど、非常にかっこいいモデルですね。そしてですね、ニュンハンスときたらやっぱり隣に並ぶのはノボスというブランドな気がしますね。こちらもドイツウォッチですけれども、ちょっとニュンハンスとまたちょっと違いますね。デザインのモチーフは戦前のランゲ&ゾーネということで、ランゲ&ゾーネもドイツなんですけれども、戦前という形で表現されているのは、ランゲ&ゾーネ一時戦争の時に爆撃でなくなっちゃってるんですよね。でその後90年代に復活するという流れのブランドなんですけれども、まあ、ドイツを代表する名門ブランドですよね。そちらが戦前に作っていた時計、それのデザインをモチーフに作り上げているというのがこのノモスのタンジェントというモデルになります。非常に人気の高いモデルですね。で、特徴的なのは先ほどのユンハンスとはまたちょっと違った様相のこのタイポグラフィーというんですかね、数字の部分ですね。少し大きめにデザインされていて、放射線状に配置された特徴的なデザインになっています。まあ、こういった見やすく機能的なデザインというバウハウスの特徴といいますか、バウハウスの強みとしていたところにこういった個性をちょっとずつ置くみたいなところが面白くなっている部分なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そしてもう一つ有名なブランド、ドゥッファというブランドがあります。まあ、ドゥッファというのはクロックの名門ブランドですね。でこちらでグロピウスというモデルが出てるんですけれども、まさにグロピウスというのは先ほど紹介したバルター・グロピウス、バウハウスの初代校長の名前ですよね。バルター・グロピウスという人物、近代建築四大巨匠のうちの一人というふうに言われてますからね、非常に著名な建築家なんですけれども、そちらへのオマージュということで、こちらの時計やはり機能的、非常に見やすいデザインというところで、産業革命後バウハウスが取り入れたより洗練された機能美みたいなところは表現されていると思います。そんな中でもインデックスアプライドにされており、そこに個性を持たせているというような作りになってますね。で、まあ、改めてこういったところをですね、勉強し直してみて戻ってくるのが最近出た限定のカラトラバですよ。パテックフィリップカラトラバ、これに戻ってですね、ちょっと改めて私見てみたんですけれども、どうですか、これバウハウス的な要素かなり含まれている気がするんですよね。例えばその数字のフォントであったりとか、機能美みたいなところは非常に美しく作られてますよね。見やすく美しく作られているなと思います。そして基本造形である丸、そして三角、四角というふうにうまく重なって作ってありますよね。で、文字盤の真ん中丸なんですけど、その中に四角が並んでいる。で、四角も並んでいるんだけれども、その四角を形成しているのがライン、線なんですよね。その線の方向が互い違いになっていることで、同じ四角が並んでいるんですけれども、表情がこれ一変するわけですよ。こういう個性の持たせ方、バランスの取り方というのが非常にこのバウハウス店に行ってからさらに目につくようになってしまいましたね。はい、まあ、そういった視点で時計を見るというのも楽しいんじゃないかなというふうに思います。ということで、ぜひ時計をデザインという視点で買われることが多い方、または今まで例えばデザインではなくて、まあ、なんとなくかっこいいからというふうに買っていた方、そのかっこよさみたいなのを言語化したいなと思う時ってあるじゃないですか。そういった形でもやっぱりバウハウス勉強してみると、デザインの基礎みたいなところが分かって面白いかなというふうに思います。私もそんな視点でこれから時計語れればいいなと思いますので、これからもそのバウハウス、バウハウスだけではないですけどね、デザイン全般勉強していこうと思っているところでございます。バウハウス店、興味がある方はぜひ行ってみてください。以上、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。今回の動画いかがでしたでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。毎日更新を目指して頑張っていますので、次回も楽しみにしていてください。よろしければチャンネル登録、そしてグッドボタン押していってください。それからツイッターもやってますので、ツイッターのフォローもお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。